して、あなんか暗いなって思ったら、そうだ鏡がないんだった。ないしょ、誰にも話しちゃダメよ。オッケー、明るい。久々にね、一人で喋ろうと思って。あーゆ来たんだけど。あゆ来たんだけど。間に合うよ。てててれれれ。今日の昼配信は楽しかったけど、夜は久しぶり。そう、夜やるのめっちゃ久々じゃない？夜っていうか一人で。赤ちゃんが笑ってる。そう、今日ねあゆが MC で私の名前を出してくれて、そうなんです、もうずっと。そう、私あゆにずっとべったりしてて、あらちゃんはライバル、ライバルにもなってないから。そう、本当にあゆが大好き。私多分卒業してもあゆのことを推すと思います。もうそれくらい最近もうあゆへの愛が止まらなくて、本当に可愛いんですよあゆって。なんかもうなんて言えばいいの、妹感すごいし守りたくなる。そう、それにね嫉妬してるアンナも可愛くて、どっちに嫉妬してるかっていうと、どっちにもしてるんですよ。あゆにベタベタな私にも嫉妬してるし、私にベタベタされてるあゆにも嫉妬してるみたいな。三角関係。そう、おかしいよね本当に。そう、でも可愛いからいいんだ。本当に配信久々かもしれない。でも今日はずっとアンナとおしべとめしべ、おしべとめしべと夜の蝶々ずっと歌ってて。内緒、今夜会ったこと誰にも話しちゃダメよ。内緒、こんなとこに来てこれから何するの。ああ月明かりに。そう、アンナと私でおしむしを絶対にやりたくて。隠し事は蜜の味、いけない約束。そう、ずっと楽屋で歌っててもみんなに呆れられてる気がする。誰かに見られたらどうするの？見せてあげましょう。ずっとやってんの楽しくてしょうがなくて、もうおしべとめしべをやるまで私卒業できないと思う。早く歌いたい。もう入り込むと思う私、お示しやったら。内緒、今夜会ったこと誰にも話しちゃダメよ。内緒、こんなとこに来てこれから何するの。四季公園ってそんななわけないでしょ、関係ないから。
普通に私がハマってるだけ。隠し事は蜜の味、いけない約束。生誕祭から帰ってきたよ。おかえり、みゆみゆさんの。18歳以上専用公園わあ、でもなんか楽しそう。なぎちゃんの抱きしめられたら、あなたのことをただ見つめるだけで。めっちゃやりたい。心が満たされて優しい気持ちになるよ。真夏の夜はそう、恋の放射熱。ももちゃんがずっと歌ってて抱きしめられたら、もう私頭離れなくてでも怒られました。私が先に好きになったからダメって。でも頭残っちゃうんだよね。歌いやすいし歌っちゃう。キリキリ。今日はね、みゆみゆさんの生誕祭だったんですけど、みゆみゆさんがね差し入れを持ってきてくださって、あのどら焼き、生どら焼きを持ってきてくれたんですよ。そしたらなんかそのどら焼きの、あ、言うのやめとこね、美味しそうどら焼きのお店の名前がナギだったんですよ。で、私わざとですかって聞いたら全然そんなことなくて恥ずかしかったそう、わざとですか全然違った、恥ずかしい。内緒ごめん、誰にも話しちゃダメよ、内緒。こんなとこに来て。あ、そうだ、今日ね大人になる前にだったんですけど、何気シンポジだったんですけど、気づきましたか美味しかったどら焼き。もううるさい、勝ったよ、もういいから。気づいた？わー、やった嬉しい。そう、みんなにね、みんな気づくかなと思って神明だからさ。行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想で。そう、めっちゃ楽しかった。そう、歌い違うから。楽しかった。
ありがとう、お疲れ様です。本当に久しぶりに配信する。お姉ちゃま、よしよし、もうずっとやってるからさ、もう飽きられてそう、いろんな人に。もう私お示しやるときはもう入り込むよマジで。内緒、今夜あったこと誰にも話しちゃダメよ、内緒、こんなとこに来てこれから何するの。あ、月明かりに、お菓子じゃないこれリップお姉さまってアンナに呼ばせたいですね隠し事は蜜の味ねえ、いけない約束、続々ずっと歌ってんだよね本当に。内緒、なんか椅子高いな。あ、すごい向かった。ずっと髪の毛が浮いてて恥ずかしい。わあ、ありがとう、お星様、バイ。巾着の紐が好き、ももか。どういうこと？何？紐が好き？最年少のたかしが聞いたら、赤面。いや、たかしね、もう呆れた目でこっち見てくるよ。あなたのことをただ見つめるだけね、ああ心が満たされて優しい気持ちになるよ。今更ながら若者のフライ、ありがとう。ドラクエ、ああそう、あのね、いっぱいねドラクエの話をね、いろんな人としました。楽しかった。あ、真夏の夜はそう、恋の放射熱、歌ってる、ずっと歌ってる遠い花火、見えないのに音だけ聞こえる、ずっと歌ってんだよ本当に私ハマったらもうずっと歌ってるから。そうね、オフラインさ、なんかさ、カオスなレーンにしたかったね。全然みんなスライムかぶってきてくれなくてショック悲しいんだけど。暇さえあれば歌ってる。高島優さん、ゆうたんではなくてたかしと呼ばれることが多いな。え、私はもうたかし呼び定着してからずっとたかしって言ってる。だから前座の時もたかしが自己紹介した後、たかしって言っちゃうんだよね。あなたのすべて愛しい、抱きしめられたら、本当にスライムかぶってきてほしかった。かぶってきてほしかった。だって私だけスライムかぶって喋ってるの恥ずかしいもん。
一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたってそれでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいっそ宇宙人。いやあの例並びたかったな。ああいうの本当にずっとずっとあゆのこと さ愛でてるずっとかわいいかわいいって言ってる。あゆへの愛が止まらない楽しかったおしゃべり会。うさぎの時ゴミにピョンがついてて可愛かった。可愛い、何それ可愛い。今度私にもやってオタク完全に。いや本当にねやりたい曲いっぱいありすぎて、ジッパーもやりたい。シリアルをお皿にぶちまけ。間に合うよ、チャチャチャラチャ、お願い背中のジッパー。もうアユは私一生守る。アユのこと傷つける人許さないセコムカラオケ配信しますね近いうちに。てか11月中にする予定確かにセクシーな君だけど、だから11月中にやるって言ってんじゃん。分かってるよイラそういえば5期生って今どうなってるんだろう。5期生ってさ配信のやつじゃないのかな。私みたいに どんな子が入ってくるんだろう。緊張、こっちが緊張してる ああ、レビューありがとう。そうなんだ。先週の日向祭りの泣きちゃん、あれ何だったんだろう違うの、緊張してて全然喋れたっていうか喋れなかったっていうか変なこと言っちゃった。後輩とうまく喋れそう。私話してもらえなそう。まず私顔怖いからさ。近づけよう。こ
高校は後輩と仲良かった。割と部活の後輩とは結構仲良くて、映画行ったりとかマック行ったりとかしてた。なんか私黙ってるとめっちゃ怖いく見えるんですよ。なんかすごい目つきが、そのちょっと目がキリッてしてるじゃないですか。だからなんか睨んでるみたいに見えちゃうから怖いってよく言われます。そう、ファンの人はみんなそんなことないよって言ってくれるんだけど、あの実際あの最初怖かったっていう子が多すぎて、私怖いんだなって。そうだから、そうやめた、怖い顔するのしてないんだけどね。普通にニコニコしてるつもり、ずっとお示し歌ってよ。いや怖いでしょ。違う意味で怖いでしょ。アンナちゃんが私の芸を怖がられそうって、そうアンナも怖かった最初で、アンナも私のこと怖がってたから。そうこういうね系統の顔って怖いんだと思う。本当に私後輩にだるがらみみたいなできないタイプで。だからちょっと心配。まあああいうもいいってギフトは。壇上乗っちゃうよ。内緒、こんなとこに来てこれから何するの。ああ月明かりに。ありがとう I love you。 いい、私がなる。私あゆにおみこし投げるのが夢。オタクすぎる。なんか今日ビジュアル悪い。なんで？誰にも話しちゃダメよ。内緒、こんなとこに来て。これから何するの？ああ、月明かりに。おしべめしべ夜の蝶々。明日と12月1日二次審査。ファイト。大丈夫、可愛く可愛く頑張って。見てる人いるかしら、いるかしら、5期生の受ける子見てる。大丈夫、あの私新潟のいいとこ聞かれて全然答えられなかったから。それでも受かったから大丈夫、落ち着いて。大丈夫落ち着いて間に合うよ。てててれて。お願い背中のジーパン。そう答えられなかった緊張で。あれ新潟って何やるっけ。そう
大丈夫、自分らしさをアピールできればきっと大丈夫。あと特技披露があったんですけどみんななんか、まあ、例えばジュナだったらでっかい旗とか、なんかみんな楽器とかそういうの持ってきてたんですけど、私手ぶらで口笛でマックス時を吹いて終わりだったから、結構気持ち軽くいけば大丈夫。口笛したから、音出るよ、私口笛得意だからね。そうそう、印象に残ることが大事。頑張れ、ファイトだよ。ちなみに私本番の前に牛乳めっちゃ入れたコーヒー飲んでお腹ギュルギュルでいったから、コーヒーは飲まないようにしてくださいね。間に合うよ、チャタタララ、お願い背中のジーパーね、やらかしてしまった。こんばんは。オフラインおしゃべり会超楽しかったです。すごく楽しかった。水飲む暇がないおしゃべり会ってすごい楽しいなって思いました。だし、なんかめっちゃいろんな話できたし、すごい楽しかったです。うん、ありがとう、来てくれてみんな楽しかった。あれ最後なの、いやーねいやね、次いつかな。そう、全然最後の挨拶は緊張、ちょっと緊張したけど、なんかみんながすごい笑ってたから何笑ってんだよって思ったうん、早いね、もう1週間経つね。そう、何笑ってんだよって思ったあ、 ありがとう。また近いうちにできるといいですね。さっきのまばめ割と感動した。そんな感動すること書いたっけみゆみゆさんへのメッセージというか思ったことを書いただけ。
でも私本当にみゆみゆさんいなかったら本当にここまで頑張れてないから本当に感謝 しなきゃだし、あの本当にブースティーの時に言えてよかった、ありがとうございますって。そういえば黒板がなぎなぎ、そうなぎなぎにしたみゆみゆさんみたいにそう昨日はなあちゃまみんながなんか黒板私容器で一番最後に書きに行ったんですけど、なんかみんながあんちゃまとかあゆちゃまとかももちゃまになったから私もなぎちゃまにしたそう昨日はももちゃんがいたからお見送りがね、すごい賑やかで、今日はとてもなぎちゃんが清楚、え私清楚だったかな、やった嬉しい。いつも本当に、じゃあ毎回その黒板楽しみ、そう結構バリエーションがももちゃん声のボリュームね、私本当にちっちゃい時っていうかなんか小学生の頃からずっとなんか通りにくい声だったんですよ。だからももちゃんみたいなすごい通る声めっちゃ羨ましいと思う。今日いっぱい話そうと思ったけどさ、何話そうとしたんだっけ、話したいこと全部話しちゃった気がする。研究生公演初日すごく行きたいけど、あら休み取れるといいね。まあでもね、すぐあるかもだからわかんないけど、チャー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 、 あなたのことをただ見つめるだけで、最近ますますなぎちゃんの歌声聞きやすくなってる。嬉しい、やったやった、心が満たされて優しい気持ちになるよ、ちっちゃ、真夏の夜はそう恋の放射熱を、もう絶対お示しやりたい、もう来年とかにやりたい早くやりたい。とりあえず21まで頑張っていきますね、生きようね、頑張って、私も頑張る。なんかさなんかさ、あのさあのさなんかさ、あのさ今日さちょっと嫌なことあってちょっと嫌なことあったんだけど、メールで
メールでさ、なんか私たちっていうか4期生のほぼ半分が前座出てるじゃないですか。でも前座って短いじゃないですか、時間が2分半とかじゃないですか。正直その中でファンの方全員をこう見ることは難しいんですよ。もちろんなんていうの、端から端まで目を通しているつもりなんだけど、なんかレスもらえなかったって言って怒らないでください。なんかレスって送ってもらうもの、絶対に送ってもらうものじゃないし、なんかむしろレスもらえたらラッキーくらいじゃない。なんか当たり前だと思わないでほしい。それをなんかちょっと嫌だったから劇場来ないねみたいな感じのメールが届いたんですけど、結構私ショックだったから、そういうこと言わないでください。もちろんみんなのことを一人一人向き合いたい気持ちもあるけど、2分半の中でパフォーマンスも歌も立ち位置もやらなくちゃいけないから結構難しいことなんですよ。だから怒らないでくださいね。何回も何回も劇場来てください。そしたらいつかもらえるかもしれないしっていう小言でした。ほらあゆ様が、あゆ様が、あゆ様が発言している、おられるぞ。なんか レスのなんていうのね、ちょっと価値観というかが違うのかなって思ったけど、でもそれで劇場来ないはちょっとダメだな、ダメだなっていうかおかしいじゃない。だから私はみんなファンのみんな平等に好きだから、特定の人だけにこうレス送るとかは絶対したくないし、みんなが大好きだから、また劇場来てくれたら嬉しいです。はい。終わり。なぎちゃんが怒った話終わり。そう、ちょっと悲しかったから、今日はいいポジションで、嬉しいです。
そう、みんながね、お見送り研究生公演楽しみって言ってくれて嬉しい。私も楽しみにしてる。レッスン頑張ってます。そう、楽しみにしてて、研究生公演。1ヶ月切ったね、やばいね。1ヶ月切っちゃったら。今日お昼のお見送りお隣だったね。ねえ、お隣だったね、あゆ。楽しみ。なぎち昔から色白。私真っ黒だったよ、高2の時。日焼けして4期公演絶対に泣くから、今から水分補給頑張っとくね。泣かないで。楽しんで。感動の涙ならいいけど。乗り換わってもらってもいいですか？ダメー。水曜日も日曜日もなぎちゃんいないんですよ。残念ですわ。早くね、みんなにお披露目したいです。公演の演目次第では泣きます。なんで泣くの？それはな、どういう涙？悲しい涙？嬉しい涙？ソロで抱きしめられたらよろかな。あ、ももちゃんに怒られる。あなたのことをただ見つめるだけで。ねえ、お示しやりたい。ダメかな。研究生公演でお示しやりたいんだけど。おしべめしべ夜の蝶々。研究生公演も全然あるのかな。誰がやるの？5期生。全然いいと思うんだけどさ、ひたすら全然だけやらせるっていうのはちょっとかわいそうだから、俺がやろうか。え？おしべめしべ夜の蝶々。全然でも、でも5期生入ってきたら前座より何より先に公演をやらせてあげるのが絶対いい気がするけど。なんか私たちみたいに1年間ずっと前座でやっと研究生公演っていうの流れはちょっとやめた方がいいと思うから。
むしろ全然あるなら4期生ペア持ち回りのトークショーとかいかがですか。それもなんかそれでちょっとあれだけど MC やばそうすごいことになりそう4期のカオス MC絶対カオスになっちゃうよね。4期ツッコミが言えないくない？ MC もお隣がねえ、そうだね、隣がいいね。マジでまとめ役っていうかツッコミがいないからさ、4期って全員ボケ。MC でなぎちゃん負担多そう。確かにあゆちゃんはねまとめるの難しいと思うよあゆちゃん赤ちゃんだから。おしべめしべ夜のちょうちょう、いや、あんちゃん意外とボケじゃないあんちゃんボケだよ。ツッコミ、いや、ももちゃんボケですサオが意外とツッコむと思いきやボケいや、たかしはあわ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 ヒロカッピ、いやヒロカッピは、いやみんなダメだ、みんなノリに乗っちゃうから。いやまあね、そこは間を取って私とかツッコミしようかな。意外とさ、私って4期でお姉さんだし、まあ、ツッコミくらい、まあ、できるんじゃない知らないけど。いやいやいや、私ボケもツッコミもできるけど。あれやだ、ちょっともうみんななんかちょっとやめてよなんで？そう、私オールマイティーだから何でもできちゃう。だってセクシーだってキュートだってできるし、かっこいいもできるし、もう顔もかわいいし、まあツッコミもボケもまとめ役もできるんじゃない意外と天才ちゃんいた何でもできちゃうから困っちゃうな。これは責任重大かもしれないわ。暇さえあれば。おしべめしべ夜のちょうちょう、ダメだ、これはもうカオスになる予感しかしない。ネギちゃん一人でボケもツッコミも一人で私がやるのすごいすごい嫌だ絶対おかしくなるから。
でも私は面白くなればどっちもいいんだよね。さっきからこの2本のさ毛束が浮いてんだよね。なびいてんだけど、いい感じ。じわじわくるかも。いやー本当に4期でツッコミできる人いないな。困ったな。私ツッコミ勉強します。じゃあやばい、本当に MC 大丈夫かな。いや結構カオスじゃない。大丈夫大丈夫かな。なんか意外とあおちゃんとかがさ覚醒してさ、いやそれおかしいでしょって言ってツッコミしたらおもろくない？覚醒してそうずっとなびいてんだけど、なんなの、生きてる？サホちゃんの本当の面白さに期待します。いやーサホはねおもろいよ絶対。もうずっと気になってんだけどこれこんななびき方ある？しかも2本だけ。そろそろ男女読むか。生き返ったんだけど、ちょっとさ前出たらさすんふわーすんふわー、顔かわいい、ありがとう。そうこっちにねストーブ置いてるんですよ。なびいてるんだけど生きてる。名前つけようかな。顔でかかわいい。めっちゃ何ディスってんじゃん急に急にめっちゃディスるやん。名前つける。こっちあゆちゃん、こっちあんちゃんにしよう。何じゃ読もうかな。13位、ディヤマさん、ありがとうございます。12位、スパローさん、ありがとうございます。お、伸びかなくなった。あ、伸びた。11位、ビックラボコさん、ありがとうございます。10位、ミミレパパさん、ありがとうございます。9位、 FTO さん、ありがとうございます。8位、カズヤさん、ありがとうございます。7位、ヤマリさん、ありがとうございます。6位、大輔さん、ありがとうございます。5位、りょうすけさん、ありがとうございます。4位、メープルナオくん、ありがとうございます。3位、ももっちーさん、ありがとうございます。2位、なにわのてるはやさん、ありがとうございます。1位、埼玉ののりさん、ありがとうございます。ありがとうおやすみ。じゃあ明日のオフライン、あ、オンラインか、楽しみにしてます。大人っぽコーデで待ってます。じゃああゆおやすみ。また配信、カラオケ配信もするから楽しみにしててね。あゆおやすみ、いいやめみたいおやすみ、またね、ありがとう。